ゆうさんです。今日はあれなんだよ、はじめしゃちょー、久しぶりに動画見た。俺 YouTuber の世界に戻ってきた。まあほとんど動画なんて再生されてないで、もうオワコンだけど、はじめしゃちょーの動画見て俺は思ったよ。本当に思った、はじめしゃちょーの動画はね、本当にね、面白くない、見てて笑えないし、どうもはじめしゃちょーです、イエイ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 って言って、で、はい、どうも、これやですね。なんとかなんとかなんですよってさ、紹介してさ、超なんか俺みたいな一般庶民じゃ買えねえもん買って、自慢してるだけじゃん。ほんとに。どこが面白いの？なんか、もやしのアプリしよう、なんか、俺のアプリ出たから、うええ、すげえだろよって言って、自慢してるだけの動画。あれ、見たけど、いや、マジで。まあ、見たけど、あれえと思って笑えないんだもん。一切もう一つ言いたいことがある。なんか東海オンエアとなんかはじめしゃちょーがコラボして、なんか iPhone を油揚げ上げてみたっていう動画。 iPhone 無駄にすんなよ。 iPhone1 台1万5000円するし、それ君たちからしたらさ、1日で稼げるお金で額ですごいさ、安いかもしれないだけどね、物をね、なんか、粗末に扱うのはなんで受けるのかわからない。iPhone ってさ、1台あったら、なんでもできるよ。iPhone1 台あれば YouTube に動画投稿できるし、ブログも書けるしね。お金稼げるツールなんだよ、iPhone だけども。iPhone で動画も撮影できるし。だから、そういうすごいもんをさ、油で揚げて、なんか粗末にするっていう動画見て、どこが面白いのか本当に分かんなかった。多分俺は重症なのかもしれない。物を粗末にする動画を見てさ、みんな高評価つけるってすごいおかしくない？すっげえおかしいと思うんだそれ。なんかうん、だっていやー、ニベアのさ、クリームの時だってさ、物すっげえ粗末にしてんじゃん。ああいうさ、物を大切にしない姿勢がさ、なんでは、あれがバーラインにつながるのって思うんだよ。ニベア買う金があってさ、動画投稿する金があったらさ、そのなんかニベアを使って動画投稿したわけじゃん。ね、動画を撮って。ニベア買う金をさ、もっと寄付とかに使った方がいいんじゃん、ほんとに。ちょ、おかしいよ、YouTuber って。物を無駄にすればするほど動画が再生されるっていうさ、そのしけめもちょんとがっかりだよ俺は。がっかり、もうわけわかんないもん YouTuber の世界。もうついていけないね、本当に。もう本当がっかりした。もう最後一つだけ言わせてもらう、ニベア無駄にすんな。ニベア買う金でね、いろんなもん買えるしね、いろんな人が救える。で iPhone 無駄にすんな、油で揚げんな、なんも面白くねえ。すっげえ不愉快だった。いやもうね、 YouTuber 嫌いだわ。そう、あ、動画がね、そんな思んないから笑えない。もうほんとね、最後に言いたい、俺が面白いと思う YouTuber はもうカズチャンネルぐらい、あとは見ない。あとはね、もうほんとに物を無駄にしてね、どうだよ、ほら、うえっつって言ってるだけだから、もう見てて、もう心がすげえ痛む。俺はね、だから絶対に見てない。もう、はじめしゃちょーなえるわ、なんで人気なの、あんな。もっと人気になるべきチャンネルあるですよ、あるでしょ。YouTuber ってね、しかもうね、面白いとか面白くないの次元じゃないんだよね、もう。もうなんかね、おかしい、ずれてる。もう、そんだけだわ。言いたいのは、そう思うもん、本当に。